あえて見せたのはやっぱり遺伝子の機能のアノデーションきっちりついてたからで、まあ、ちゃんと機能のアノデーションくっついたような今の売り物のマイクロアレイのデータベース使ってる方は、まあ、大体うまくいくと思うんですけれども、まあ、それでもやっぱりいろいろ不満があると思います。じゃあどんなことが問題かというと、やっぱりその統合しないといけないって言ってるのは、こういうののデータベースの ID とかがね、割とこれは本当に利権の CDNA の ID だけで、他のところにこれを例えば検索しに行ってもなかなか他のデータベースに記述されてないとか、そういうふうな問題点があって、ちょっとこれさっき言うの忘れたんでもう一回言いますけれども、こんなふうになってる。これ廊下なんですけど、いっぱい物が置いてあって横に行けないと。そういうようなと同じ例えだと思います。これ実は我々の来月から移るセンターの今工事中のところで、こんだけ今物がいっぱい廊下に置かれてて、移れないんですけれども、まあ、私ら自身ライフサイエンスデータベースの、まあ、もっとこう使えるようにしないといけない。で散在してて所在とか利用法よくわからない。で、まあ、あと大型のプロジェクトですね、なんか国家プロジェクトっていうのでやったものも成果公開があんまりちゃんとしてくれてないから、あとなんでそのプロジェクトが終わったらもうプロジェクトのデータベースも更新しなくなっちゃうので、最悪の場合データベースも消えちゃうと、そういう、まあ、状況になっていると。でそういうような、まあ、問題点とか、まあ、バラバラに構築管理されているので検索とか解析とかが応用するのが非常に困難になっていると。と一番やっぱ問題点なのはデータベースの構築維持アノデーションなんかをこうさっき言ったようなことをこう実際に続けてやってくれる人材っていうのが、まあ、不足していると。それをやってると、まあ、本当自分の研究ができなくなるからっていう人もいるんですけれども、海外だったら割とそういうのを継続的にやってる人たちがいるわけです。で、まあ、最も問題なのは、まあ、日本には、まあ、長期的な視点に立ったデータベースの戦略がなくて、まあ、今は困っていると。そういうようなことを、まあ、我々のセンターの方で言っててですね、文部科学省の方で、まあ、割と取り組みをやっていただいててですね、まあ、その中で我々のセンターがこんな形で出てきました。ちょっと、まあ、この辺飛ばします。で、まあ、我々のセンターってのはじゃあ何ですかってこう言われると思うんで、やっと説明ができるんですけれども、まあ、バラバラに日本で管理されているデータベース、それがやっぱり250ぐらいあるって言われてるんですけれども、それをまあ一つに管理したいと。でも、まあ、一つの統合データベースでも作って、はい皆さん使ってくださいっていう風な形にするつもりはなくて、まあ、一つでできたとしても多分それはまずできないだろうし、できてもまあどんどんこの分野は日進月歩でどんどん変わっていくので、そういうのにも対応して維持管理していく形はできないだろうと。で、まあ継続してそういう統合データベースの構築っていうのをやっていこうということで、皆さんのその研究開発の生産性の向上ができるように、まあ統合 DB っていうのを作っていこうと。なかなかデータベース化されないようなものもきっちりとウェブ上にアップされるようにしようと。もちろん研究の報告書とか特許の情報とかそういうようなものもやろうというふうにしてまして、まあ、私ら自身はこれは研究開発じゃなくてサービス事業だと思ってサービス業をやっているというふうに、まあ、認識してやってます。で、まあ、今のその我々のセンターっていうところが全部その統合データベースプロジェクトのお金全部もらってやってるんじゃなくて、いろんな研究機関ですね、産総研の CBRC とか、カズサ DNA 研究所とか、いろんなところに お手伝いいただいてというか、まあ、研究を分担してもらってやってます。そういう、あと、教育、人材育成関係は、東大とか、お茶の水大学とか、お茶の水女子大学とか、長浜バイオ大とか、そういうところに、お願いしてですね、教育プログラムを各大学で、実際に、学生相手にやってですね、そういうところでできた教材とかそういうものも全部ウェブにアップするのがもうやってます。そういうのも後でちょっと見せますけれども、そういうのやってます。で、まあセンターのやってることを詳しく書きますと、我々のところのセンターっていうのは実は、特に箱物があるわけじゃなくて東大の中の頭墓です。ですんで今はプレハブのところを理学部の1号館別館 A 棟っていうところを借りてて、名前はいいんですけど、要するにプレハブです。で、4月1日からそこでやってたんですけれども、今度の、3月の末からちょっと普通の建物に入ることになりまして、さっきのところで今改修工事をやっていると。まあ一応ホームページ、統合ホームページという形で皆さんがここに来たらいろんなサービスに行きつけますよというのを作ってて、それがライフサイエンス DB.jp というのをやってます。ここにはいろいろなサービスがあってですね、
その辺の説明をちょっとしたいと思います。それが lifesciencedb.jp で、さっき言ってたそのデータベースのカタログなんですけど、ここにあります。いろんなデータベースに関してカタログがこんな風に作ってます。で、まあデータベースのこういうリンク集みたいなのはいろんなところでできてて、そんなもん面白ないわいって言われるかもしれないですけど、我々のところはこういうこともしてます。ここは休止してますよ、止まってるんじゃないんですかっていうのをこう向こうの人に分かってもらえるようなことをやってます。で、例えばそういうコメント、これに対してコメントかけるとか、そういう風なのも今やりかけてて、ちょっとまだこれ作ってる途中で、今年度末だから4月1日から新しいサービスとしてこれやるんですけど、ここにアカウントとかログインとかボタンがあるから分かると思うんですけど、アカウントを取ってもらって、そこにそのアカウントを使ってここのコメントを責任持って誰がつけたかというのを残しちゃうんですけれども、やれるようにこういうサービスやってるんですけど、このアカウントっていうのはこの OpenID っていう、最近 Yahoo とかでも導入しますとかで Yahoo のページに出たと思うんですけど、いろんなサービスで共通で使える ID っていうのを導入して、そんなまた新しい ID を1個増やして、またパスワード忘れたとか、なんかいろいろ煩わしいことが起きないようにっていうので、OpenID を導入してコメントなんかをこう書き込んだりとか、こんなデータベース欲しいとかいうのをこう管理していこうということを一応考えてます。で、それが一つ目の、データベースのカタログですね。で、さっき言ってたデータベースのウィキペディアって言ってるのはここの Wing Pro です。で、あとはそのデータベースの横断検索っていうのが、やってて、これは日本で作ってるデータベースに対して、NCBI のアントレで今いろんなものに対して検索したら出てきますよね。これです。こういう NCBI の場合は横断検索っていうのがありますよね。こちらの方の横断検索っていうのも一応作ってて、なんかハイポキシアと何でもいいんですけど、こんな風にハイポキシアって書いてた遺伝子のリストとか、レフセックに書いてるよとか、そういうのを、検索して返してくれるようなのを、今ちょっとこれもまだ開発中なんですけど、ここに言われば日本のでサービスで、レフセックは日本でやってるわけじゃないんですけれども、出ると。これはだから NCBI で全体に対してこういうのがありますよね。この NCBI のトップページで Go ってやると出てくるんですけど、ここで NCBI で持ってるデータベース全部に対して検索がかかるんですけれども、クロスデータベースサーチっていうので、こういうのでエントリー、今これハイポキシアってやったものに対して何個ヒットがあったかっていう数字とともに検索の結果が返ってくるんですね。で、いろんなデータベースに対して今はこれパブメダイところに、7万件ぐらいあったとか、ジーンっていうのはこれ、NCBI のこのいわゆるFSEC なんか含むところですね。それとか、この GEO っていうのは Gene Expression Omnibus っていう NCBI のマイクロアレンデータベースに何件あったかとか、そういうふうなんで、これ数字のところをクリックすればそれぞれの結果が分かるようになってるんですけれども、そういうサービスの、日本版を作ろうとしてます。日本語でも通るようにっていう目指してるんですが、データベースの中身がまだ日本語のものがないんで、日本語で検索してもっていうところがあるんですが、それは多分ひょっとすると日本語に翻訳して、日本語を英語に翻訳して英語の言葉でこう検索がかかるようになってたような気がしますけど、そういうサービスも検討していることは事実なんでやってます。あとはさっきやり方のデータベースの使い方を動画でっていう話をしてたのは、この統合テレビってやつで、統合テレビっていうのはこのこういうふうにさっき僕がゲノムブラウザーでアンサンブルっていうのがあるよって言ったと思うんですけど、それの使い方のチップスを紹介しているのが最新号で、それ以外にもいろいろここに分野が書いてるので、例えば発言情報とかやると、発言情報関係の使い方の書いたものが出てきます。例えばリアクト、さっきの NCBI のゲオの使い方とか、GNF シムアトラスの使い方とか、ここで全部、あとオンライン人体地図サービス、アナトムグラフを使うとか、そういうふうな
のが、まあ、こういうふうに分かります。これ全部ここをクリックしていけば出るんですけど、こんなふうに出ます。でここをクリックすると、フラッシュのビデオが出ますんで、当然 Windows、 今これ Mac でやってますけど Windows でも当然見えますかというよりは、これ Windows で作ってますんで Windows の画面です。どっちかというと、さっきも言ってたんですけど、この辺でポッドキャストって言って、iPod でも見えるんですね。あれをダウンロードしてるとね、時間がなくなるので、GNF の SIM アドだとこんな感じで、でさっき のマイクロアレイのデータベースの使い方もこんな感じで出ます。ここに入力してくださいとか、まあ、そういうところから始まって、これ割と使い方がいろいろめんどくさいんですけれども、書いてくれてますんで、まあ、こういうのを見て、実際に自分の興味ある遺伝子なんかでこう検索してとかいうのを学んでほしいなと思って、こういうのを、私はちょっと使うのツールよくし、ツール自身の使い方よくしてるわけじゃなくて、こういうツールがあるっていうのを割と知ってる立場にあるんで、こういうのをまあ紹介してます。でこういうのを逆に紹介してほしいなっていうのを、まあ、フィードバックいただければいいなと思って、今はいろいろ考えてるんですけど、まあ、その仕組みとして一応、まあ、東宝テレビ今のやつですけれども、まあ、静止画像で限界を感じたんで、こう動画に行きました。今で約50個ぐらいあります。例えばこんな、まあ、皆さんどっかで使ったことあるかもしれない、そういうウェブ上のツールですね。ほとんどが、てかほとんど全部がウェブ上のツールを紹介してます。ウェブ上、ウェブっていうかインターネットエクスプローラーできるやつですね。そういうのをやってて、まあ、今言った通り iTunes で iPod のポッドキャストでも見ることができる。で最近はニコニコ動画にも進出してまして、ニコニコ動画に入って東宝テレビって検索していただければ出てきますんで、なんか、まあ、クリックしていただければこういうのが見えると。これやってる理由は実はコメント割と来ないんですね。なんかみんな見るだけなんですよ、やっぱりね。なのでやはりこうコメントが欲しい、なんかフィードバックがあると作る側も頑張るんで、コメントいただければこうやるんで、ここに実はちょっと見えないんですけど、ニコニコ動画でこうやってコメントがこう流れるんですね。そこをがまあやると簡単に、割と簡単に書けるものだから、みんなこれやったら知ってて書いてくれるんじゃないかと思ってニコニコ動画に行ってるんですけど、まあ、そういう、ね、状況です。そういう、まあ、東宝テレビっていうサービスも、割とやっててですね、まあ、東宝テレビはこれぐらいにしといて、他にもまあ我々いろいろやってるんですけれども、例えばパブメドの NCBI のパブメドの中にウェブページのアドレスっぽいものが書いてることがあるんですね。あれはメドラインのアブストラクトしかないんですけれども、その中でもなんか http://みたいなのが書いてあるんですけれども、そこを探すデータベースっていうのでオレフィルっていうのも作ってます。それでまあなんか検索していただければ、自分たちにすごい関連したある生物種に関連したものも出るんじゃないかと。プラントってやると植物関係だけが出てくると思いますんで、植物関係だけがちょっと多すぎてたくさん、でも一応プラントオントロジーコンソーシアムとか、そのプラント関係の NCBA にすでにだから論文として出てるやつですねに関して、ここにあったウェブページが出てます。でリンク切れがしないように、リンク切れしないようなこう仕組みを中で持ってますですんで、まあ多分リンク切れないはずです。そういうサービスでオレフィルっていうのがやってます。あともう一つ最後に言っときたいのが、このリストの方にないですけど、ここのポリゴアナトモグラフィーってやつなんですけれども、これに関しては要するにこれ書いてる通りで、オンラインの 3D の人体地図サービスで、まあ人限定なんですけど、人でやったその、組織の例えばその肺とか心臓とかいうので発現パターンをこうマッピングしたようなことがあると思います。それに関してアナトモグラフィー実行ってところを押せば、人のこう皮膚とか骨とかいろんなこう記述方法でこう許すんですけれども、発現パターンがまあ人の図にできると。サブミットって押せばその図が生成されて返ってくると、こういうやつですね。でまあそういう肺って書いたから、肺はこう色青い色がついて返ってくるんですけれども、まあ、そういうこの人体の解剖の図っていうのも、我々のところでサービスしています。まあ、こういうものもやっててですね、まあ、本当やりだすといろいろキリがないんですけれども、こういうような、まあ、センターで
こんなんを作ってるんですけど、まあ、こういうのを使いこなしてですね、うちらのセンターで一緒に働いてくれそうな人を今ちょっと探しててですね、そういう人たちの就職説明会みたいな感じで来週ちょっとやるんです、紹介しようと思って、こういうところでです。で、実はこのサイトっていうのは実はそのためのサイトじゃなくて、実はその教育プログラム用のサイトで、もっと知りたいデータベースって意味で、もっと DB って意味で、本当はそうじゃなくてマスターオブデータベースの略でもっと DB なんですけれども、何かっていうと先ほどちらっと言いましたお茶の水女子大学とか東京大学とか長浜バイオ大学の方でそういうアノテーター養成とかデータベースコード利用者養成とかいうようなのを教育プログラムをやっていただいてるんですけど、そこでやった教科書をアップしていただいてます。例えば長浜バイオ大なんかでやっていただいたものに関しては全部 PDF なんですけれども、ここの moddb っていうところに行っていただいて、さっきのところをクリックしていただくと、これバイオデータベースの統合利用とかそういうふうなテキストがずらっとあります。これ全部打ち出すと150ページぐらいになるんですけれども、こういうものを全部公開してます。ですので、こういうのを皆さん見ていただいて、この特にこれ本に関しては大学2年生向けのバイオデータベースの利用法なんですけど、これは最初の方は先ほど言ってたその JST の Wing Pro っていうデータベースの使い方から始まるようなものの、イントロダクションになっています。で、この3年生のに向けたこの持続可能型社会への貢献遺伝子データベースの構築というのはなかなか面白くて、そういう遺伝子を自分で見つけに行こうというふうなやつのテキストになっています。あとはもう本当、もうちょっと専門的なゲノムアノテーションを、やる人向けのユニックスの入門コースですね。そういうようなものが、テキストとなって見れますし、お茶の水女子大学の方はデータベースのコード利用者っていって、特に、お茶の水は女子大学ですから女性の方に向けたそういうデータベースの利用のテキストっていうのがウェブ上でできてます。割とここは高度なことをやってて、データベースの使い方とかこう結構ここに全部あるんで、本当やる気さえあれば何でもできるっていうふうな、サイトができてます。で、もう一つの東京大学がやってる方のこのデータベース構築者養成っていうのはもっとすごくて、これは僕が先ほどちらっと見せたアンサンブルっていうゲノムブラウザありますけど、あれを自分で複製を作っちゃいましょうというアンサンブルミラーというものすごい市場命題のもとにこうやってる編集をやってる人たちがいまして、それの人たちのノートがこう書いてあって、こういうものも見ていただければ、参考にしていただければ嬉しいなと思ってまして、あくまでもこうデータベースのマスターを育てようというふうな、試みを今やってます。これも私がやってまして、よろしければ歌ってください。で、いろんな人にお世話になってて、私自身も若手研究 B っていうのをもらって科研費の研究してて、そういうふうな科研費でもらってる研究もしてまして、それはやはりその比較ゲノム解析をやるっていうので、今は低酸素刺激っていうものをもとにやってるんですけど、そこの話はあんまり今日はできなかったんですけれども、いろいろ研究もやりつつ、こういうサービス、研究じゃなくてサービスですよっていう統合データベースプロジェクトにも割とどっぷり使って今やってまして、こういう人たちにお世話になってやりました。ちょっと時間がかなりオーバーしてしまいましたけど、ご質問ください。